こんにちは、柳田理香の一日一科学。日本の歴史の中で一番大きな家というのは何でしょうか。僕は江戸時代に将軍が住んでいた江戸城の本丸御殿ではないかと思います。江戸城は今はその一部が皇居になっていますが、昔はもっと広く周囲が16キロメートルもあって、今の千代田区と中央区がほとんど江戸城でした。本丸御殿はその真ん中にありました。面積は3300平方メートル、一辺57メートルの正方形と同じ面積で、小学校の校庭より広かったわけですね。部屋の数はなんと800です。江戸城は北と真ん中と南に分かれていて、一番南が将軍や大名が政治の仕事をする場所、真ん中の中奥が将軍が住む場所、そして一番北の大奥が将軍の奥さんと子供が住む場所でした。将軍には奥さんがたくさんいたので、その人たちの世話をするために大奥には1000人から2000人の女性たちが住んでいたそうです。今日の一日一科学。将軍の御殿には800も部屋があった。将軍が世は一度も行ったことがないという部屋もたくさんあったと思います。また明日。